はい、おそれさんです。風来のシネフォープラスやっていきましょう。今日は日中よ少し時間をね、余裕を持ってやろうかなと思って時間を作りました。ゴールデンウィーク前っすね。ありがたい。ほんとこういう気持ちのいい感じで試練をやるの久しぶりっすまあね、こういう時にね、うまく打開まで行きたいですよね。いやー、じゃあ行きますか。行こう、修羅の道。さあ 1F よし。前回はね、30分一本撮りで見ましたよね。あれが俺の実力です。というか、おー、いきなり来たトレーニングリー。よし、いいぞ。あとね、真剣にね、あのドレインギリを育てたり、一つ目殺しをね、見切りの盾とセットで育てたいなと。特にあの一つ目殺しにね、印を入れて見切りでちょっと育てたいなとは思っとるんですよ。できるかな、そういうのね。よし。さて、鹿、まあ、ある方にも言われましたけども、100巻じゃない、100草、500草の識別は命がけでやってくださいという、お話をいただきました。お言葉をね、もったいね、ここはもったいね。さ、次のフロアに行くか。ただね、この修羅の道は低層でもね、こういう形でアイテムね、いいもんが手に入るんですよ。白い草、まあ、なんか読もう。じゃあ今日はトカゲを読もう。おっと、いきなりか。じゃあ薄緑、白だ、天メグ、もう一個読むか。お、なんだと、もう天メグは関係ないな。地メグ天地が出たか。じゃあいきます。ニエフ、ガンガン行こうぜ、ガンガン。おーっとー、まあ、そんなに大したとこじゃねえね。盾がないんでね、まず、盾を。おっと。言ってるやさきにこれだわ。長い壺、なんか入れる？もうちょっと行こう。2回もやられたぜ。おっと、お店。千巻か。見切り、見切り来たわ。ここ決定ね決定ね。アルセーヌ試練はあそこのお店を頂戴いたすことにしました。遠いな、なんやかんやで遠いな。ネズミの巻物。じゃあとりあえずこれ、万が一ね、爆発の可能性があるんで、木花なんだけど置いとくか。あ、なるほど、高飛びか。高飛びをうまく使う、使いまそうか、使いまそう杖がありましたよね。杖をちょっと識別して、猿巻、バナナ持っとく。これ失敗したらやだな。大丈夫かな。手堅く行く方がいいのかな手堅くね。まあでも低層だから今ならまだ大丈夫っしょね。じゃあちょっとこの杖持っていく。これ千巻、千巻は魔物部屋の可能性があると。ノタヌキ、ヒョウ柄、見切り、見切り装備しとくかね。あとまあ、この辺の識別しよう。時間かかりそうだな。間違えたね。まあいいや。いや、いいえ。
取り175なんだ。500の祝福かな。ちょっとわかんねえな。呪われてる可能性もあるとなったら800の呪われか、まあ、とりあえず500で、うん、500の祝福と考えておきましょう。300 ノー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 。これ場所外だったら怖いな。やめとくか。間違えた間違えたわ。わかった、行こう。なんだこれむちゃ嬉しいぞ。ちょっと今日ついてるな。運だけで手話クリアできっかやりてえやりてえわ。おお、ちょっと待って、三日月島も入ってるよ。嬉しいね。まあ、この辺は大丈夫だな。刀が呪われてない、よかった。うん、ドレイン切りでいこう。あとはこの辺の巻物ね、識別全然しなかったな。ヤシ、ヤシね、どうする？なんかこれ入れたるか。入れたいな。あ、鉄のやあるな。どっちから行く？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここか。はい、はいはいはい、もう一回。おう、しまった。じゃあこれ入れちゃおう。長い壺、手封じでした。敵が来ないとな。手封じのね、あれなんですよ、解除の仕方。この前ね、フロア内で敵をね20体ぐらい倒しても割れなかったんですよね。でちょっと調べてみたら、敵のダメージを食らうと割れるっていうんですよ。うん、みたいね。結構ダメージ食らってたんだけどな。ダメージを食らわないとダメなのかな。大きなある程度の蓄積をしないと。30ダメージとか。ゴツゴツ入れよう。なんか入れよう。かかったバナナ。なんだろうね。よし、行くか。上ついとるの今日も。あ、これどうする。猿巻き入れちゃうか、ゴツゴツに。わからんな。もしかしたらなんですけど、魔導よね。もしかしたらなんですけど、これ合成とかならいいよね。刀と胴たぬきにしよっか。こうしよっか。
あ、やっぱ合成だわ。あー、オッケーオッケー。早くも合成。じゃあもう一個入れとくか。どっちがいいかな。三日月とを合成しとく方がいいよね。で、ちょっと待ってよ。覗く。ミス5。1増える。1増えるだけだからいいか。じゃ、三日月と入れよう。はい。足元、窓。そうそう、杖もね、やっぱちゃんと合成して本数をまとめた方がいいっすね。下げる。最近そういうとこもちょっと気をつけようかなと思っております。魔物部屋だったらいいよな。読むか。あ、間違えた。バツボタン押しちまったぜ。選択結構出たよね。猿は2枚か。選択ね。で、これ十巻いけるか。なんだ、わかんねえな。十巻選択あったっけ。氷は選択。これも選択か。これバナナ1枚あるな。多分ね。壺増大とかもあるんだよな。怖いな。怖いわ。よし、じゃあ使っちまうか。まずこれで使おう。腐ったバナナ。はい、バナナ。聖地。じゃあバナナになったバナナをお払い。あとはこれか。あと何がある。壺増大、お払い、選択、何にあったっけ。識別か。識別の可能性あり。オーラ消しでした。でもったいないから行こう。行きます。ほい。うん、いい感じだね。いい感じだね。じゃあ巻物読んでいきましょう。象巻き。ダークスイーで猿読もう。水枯れ、よし、来たー。これはいいぞ。 12F まで頑張っていこう。いきます。これ水星特化あるとだいぶ違いますからね。ギャザーがね、おう来ないと思ってたのに。ダメだな、そういうの。またお店。今度杖の店か。うん、杖をよっ。豚足、本物の豚足か。豚足。ミロ5000杖。多分不幸だなと思います。スプルース。場所替えがどこなのかな。これだけ知りたいな。場所替え欲しい。まあいいや、とりあえず。あ、まず売るか。いらねえも売ろう。まずこれ140。これプラス1ついてます。ヤシの盾は126です。あと、コアラ。
専務。あ、これ、これじゃね？これ魔物じゃね？ああ、喋ってない、喋ってない。じゃあ、オール消し1個売るか。杖を食べたいな。スズメの巻物、ちょっとまず徘徊します。当たらんかい。なんで敵見切ってんだよ。俺の方あんまり見切ってくれないのにさ。あれか、水色あるな。ちょっと置いとこう。水色の草、これなんだろう。200は欲しい。交換。そんなのあったのか。初めて知りました。徘徊しよう。よしよしよし。紅白、あ、めっちゃダメ。500草。紅白500。覚えてねえんだよな、識別ね。千巻。これも千巻か。じゃあやっちまいますか。売るもん、売るもんある？やっていいかな。ちょっともったいないしな。オーラ消し俺も食っちゃうか。一本で杖買いたい。いやー、よ、安い、安すぎる。
バーボーはいいや。この辺、何か識別したい。一本でも。鈍足。これ。鈍足か。なんかないかな。持っていける。いや、2回目の高飛びは無理でしょ。2回目のね。多分無理だと思うんだよな。これ回復っぽいんだけどな。癒しそう、癒しそう。250が薬草、100が、あ、もうなんかその辺もあやふやになってきた。大丈夫かよ俺。満腹度が低いんで、もう行こう、行っちゃおう。どうよ。よし、行きます。5F。